皆さんこんにちは、ベスでございます。麻雀大会続きやっていきたいと思います。さあ、もう一回ちょっとリンカーンさんとね、差し馬やっちゃいましょう。寄ってるね。ちょっと寄せみましょうか。染め痛くでいいかなー思ってたんですけどね、ちょっとスピン平田あたりから変わり出しましたよね。おー、面前転廃いけるのかい。これはバレても染めですね。リーチ。切れない。一巡では切れない。いっそ通した。よしよしよし。これで玉でいきましょう。2番ロワン、あははははは、サブロッピン積もられちゃったね。積もれば数ワンコウだったんですけどね、まあしょうがないですね。はい、うわー、ハネマン親かぶりか。ビーズもいい、ピンフイペドラドラ6000、3000ですね。しょうがないね。カンリャンピンだったの大きいね。このドラドラ2枚をなんとか、生かしたまま。カンのそばをね、拾うとはちょっと思えんのですけどね。そうそう、ドラ3枚目来たらまた迷うかもしれないけどね。あー、考えてるな。うわー、パー2枚目か。リーチ困ったね。明らかにピンズだね。パーピン切り、現物しましょう。ドラ3枚拾ったけど、ウーアンギリで、だけどウーパーワンの数字が全く出してないから、こっちロン。おお、すっ、あ、3アンコウか。ペンチーワン、ヨマさんは、あ、やっぱりウーパーワンね。抑えてて正解でしたね。まあこれはしょうがないね。さあどうする。あえてちょっとね、チャンタを狙うつもりで。統一だよなこれ。ですね、3ピン拾わないね。 G、 純ちゃんの泣きっていうのはね、基本的にあまりおすすめできないんですよね。となると、まあ3ピンを拾えばまた面前でいければ別なんですけどね。風ションパイ、こっちですね。はい、2枚目だから取っちゃいましょう。もうここは、3ピン諦めね。
ポン。で、自家製切って、ちゃんと剣に持ってったら、ポン。本炉刀ですね。本炉トイトイで、マンガンで、ハネマン確定。ロン。うわあ。と思ってたんだ。ありゃ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 。早めに切っちゃえばよかったな。逆手でしたね。これで射点か。あーですね、様子見だね。あー、パン民間しようか。いやや、めよう。あの染めというよりはね、またリーチできるんでね。ロン。ああ、出ちゃった。何千何年かな。ああですね。歯止めが効かないね。なんだ。ポン。中盤をなく。ロン。あれ。後付けか。ありゃ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 。初飲み。いかんな。こういう時がね、一番苦しいですよね。あの抑えててもね、勝てないっていうのはね。ボン。そうですね、ちょいと決め打ちでいきたいですね。おお、マジか。おいちゃん第三弦あるよ。わあ、落ちたな。ドラギリ。誤った時点で、抑えとかないとね、もう負けですね。もうまずは下の手は綺麗でるけど、竹が切れなくなっちゃったんでね。あっと完了もん。そうか、重たいなーリーチ。順一丁、6-4か関してるからね。さあ巻き返したいところですけど、いやー、この不調期がまた訪れてきた感じですね。いや、ドラ切っちゃダメ、まだ。
まあ大事なのはここでもね、落としていきましょう。あー、そっちか、イースピン薄いんでね。あ、これでいけるね。はい、リーチパーピントドーンのシャボテンね。まあシャボテンだったら出やすいかな。トーンはしょんぱいだけどね。はい、ラン裏乗ってくれ。乗らない。リーチ飛んで4パチね。困るね。ハイパイというかね、あんまりね、カンジャンばっかり拾うときっていうのはね、よろしくはないですね。かわすのはね、すごいだるくなっちゃうんですよね。早いリーチかけられちゃうとね。わあ、パーピンか。現物いきましょう。とりあえず中ピン通してくれたらね、楽は楽。積も、あ、積もっちゃった。スーチーワンか。はい、リーズもピンフドラ15226のマイナスですね。一本場2700マイナスか。今回はね、ゴロチの3色狙うべきなんでしょうけどね。ここはちょっとドラ拾うことを期待しながら、あー、でも拾うのはやっぱりね、一層のうちでドラじゃない方になる。あー、チピンかぶったな。あー、素直にゴロチだ。やっぱり恨めるね。張ってたよね、ここでね。やっぱりはい、これでいきましょう。サブロワー、リーチ、際どいとこ通してくるな。秀吉さんもトップなせいもあって、ポン、積もったおかげで。はい、リーズもピンフ一丁、裏はない。まあ秀吉さんのトップはどうもちょっと変わりなさそうにやってきたね。さあ、とりあえず盛り返してね、2茶目は取っときたいね。路中は広場楽になる。サブロ中層早いうちのね、おお、これはやりやすい。はい、サメンちゃんですね。サブロ中層あ、一発ツモだ。はい、リーチ一発ツモ、ピンフ、から裏乗らない。
ああ、そうかそうか、単ヤオですね。ああ、高めだったんで、満貫になりましたね。4戦2戦で、これで2茶目に戻り入れましたね。まあでも、逆転は役満でも上がらん限り、まず無理だな。ごめんなさいね。よいしょ。リーチ。ここはね、振り込むとラス沈む可能性出てくるんで、しかもしょっぱいのペイですよね。ドラ。ズモ。あ、一発か。あ、ローピンか。ローチューピンでしたね。戦ですね。あ、なんとか2茶目で耐えた。はい、ということで、プラ9差し馬込みでね、4戦目終わることができました。それでもやっぱり3戦目のマイナー50響いたな。マイナー43ということになりましたね。終始はこんな感じです。マイナー129とゴールドということですね。秀吉さんがだいぶね盛り返してこられましたね。あー、龍馬さんと同額になったんだ。まあちょっと林間さんへこまされたのはね、嬉しかったかなというところですね。はい、では今回はここで、終了したいと思います。ご視聴ありがとうございました。で、次回どうしましょうかね。久々にちょっと大会の方をやってみましょうか。そう、まだね役満がちょっと上がれてないのが本当に気がかりではあるんですけどね。まあ場合によっては攻めてみたいかなと思いますね。やっぱりちょっとコンピューターが強いせいもあるんでしょうけどね。思ってた以上にね、今回もね、積もり数案のチャンスはあったんですけどね。まあ、上がりに至ることはできなかったんですよね。まあ、それより手作りの速い人がね、バンバンと速い目でボーンと行っちゃうっていうのがね、もう顕著に現れてるゲーム性ですよね。まあ、とりあえずちょっと愚痴になっちゃいそうなんでね、今回はここでお開きにしたいと思います。次回は大会です。お楽しみにしておいてください。では、さよなら。